はい、こんにちは、まえちゃんねる前原です。はい、今日はこちらですね。うん、スターウォーズのプラモデル12分の1スケールのカイロレンです。はい、こちらは2016年4月29日発売のプラモデルですね。新しいものでございます。では早速作っていきましょう。はい、はい、ということで完成しました。こちらが12分の1スケールのカイロレンですね。はい、いかがでしょうか。なかなかね、今回のプラモデルいいんだよ。うん、何がいいかっていうと、ここ、この部分、これ、顔？違う、軟質パーツなんですね、これすごいねえ、初めてスターウォーズのプラモデルでこういうマント系が軟質になりました。ほんとだ、うん、すごい。キャプテンファズマの時はあの紙みたいなマントで、うん、ダースベイダーの時は完全にプラスチックだったからさ、はい、うん、この軟質パーツでもう一回いろいろ出してほしいぐらいだよ、うん、この上のフードなんかはですね、頭のパーツを一回外してもう一度つけるということももちろんできますね。あ、これは SH フィギュアーツと一緒だね。そう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 、 SH フィギュアーツと一緒です。だから今回ね、かなり SH フィギュアーツに近いクオリティだと思いますね、うんうん、ただ今ねそのまま作っただけなので、これからですねちょっとだけ塗装をしたいと思います。はい、はい、では塗装していきたいと思います。まず今回使うのがこちらのクロームシルバーと、はい、ゴールドリーフ、はい、あとはブラックですね。はい、それと、ラッカー溶剤も一応あります。はい、これで筆で掃除する感じ。そうそうそう、ね、まずはカイロレンのこの周り、目の周りのあたり、あそこを銀で塗るの。そうそう、銀で塗る、はあ、でライトセーバーは基本的に黒なんだけど、はい、ところどころゴールドですので、はい、そこをやっていきたいと思います。はい、はい、それで前回コメントで教えていただいたのが、筆が乾いてる状態でこう塗ると擦れる感じ、削れてる感じが出るということなので、まずねこのヘルメットの上の、この削れてるところ、そこから塗っていきたいと思います。ちょっとだけつけてシャッシャと、はい、では次こちらのライトセーバーを塗装していきたいんですが、ここにねディズニー製のライトセーバーの見本があるので、これ通りやっていきたいと思います。はい、これ通りはできないかもしれないけど、うん、ブラックとシルバーをラッカー溶剤でちょっと薄めて混ぜてます。はい、これちょっといい感じになってきたかも、うん、次にこっちだね。はい、じゃあ最後に少しだけゴールドリーフを塗ってきますね。はい、ここ気をつけないといけない、マジで、うん、本当に気をつけないといけない。うわ、むずい。ゴールドちゃんとついてる。うわ、いい感じにできたよ。え、本当だ、すごい似てんじゃん。はい、じゃあ最後にウェザリング施しますね。はい、あんまりカイロレンとかね汚れてないんだけどね。てて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 、はい、ということで塗装が終わりました。はい、この辺り、クロームシルバーで塗装して、はい、気づいた感じもちょっとだけ出しましたからね。はい、はい、で、この何模様の中身、はい、もう黒くちょっと塗ったんだけど、ここがすごい難しかった、はい、うん、ここ黒く塗ると周りのこのシルバーが取れて、はい、シルバー塗ると中の黒が取れちゃうっていうですね、すごい難しかった、ここ、うん、このような感じになりました。うん、で、体部分は基本的に塗装はしてないんですけども、はい、ウェザリングの錆をちょっと入れましたかね。はい、はい、そんなもんです。うん、他には何も全然見えないね。そうだね、錆があんまり分かんなくていいのかな。うん、カイロレン自体はねもともとあんまり汚く汚れてないからね。うん、そしてこちらがライトセーバーですね。はい、黒とシルバーを混ぜて塗装しました。はい、はい、このような感じになってます。はい、ところどころ金をちょっとつけてますね。はい、でこちらが刃が出てないタイプ、腰につけるやつだね。はい、これも同じように塗装しております。それではライトセーバー持たせてみました。はい、で左手もこのフォース使ってる感じにしてみたけど、いいね、うん、いいんじゃないですか。で足もちょっと広めに広げてみましたけど、うん、いいね、うん、いいじゃないですか。うん、はい、それでは SH フィギュアーツのカイロレンと比べてみましょうか。はい、ほぼほぼサイズは同じなんだけど、はい、ちょっとプラモデルの方が大きいかな。はい、うん、こちらがプラモデルでこちらが SH フィギュアーツです。はい、どうでしょうか。
どちらもいいんだけど今回のこのプラモデルの方がヘルメットがちょっとテカリがあっていいのかなと思っちゃうんだけどな、うん、あの SH フィギュア部分はちょっと固めの内質だね。そうなんだよね、うん、プラモデルの方はかなり柔らかみだね、ボヨボヨですね。ライトセーバーはほぼほぼ同じぐらい、ね、うん、でも色が違うね。こっちがちょっとね濃いレッドで、こっちが薄いレッドです。そうだね、あと刃の長さも違う。うん、はい、ということで今回はスターウォーズのプラモデル12分の1スケールのカイロレンでした。はい、予想以上によくできたので、うん、よかったと思います。これね、おすすめだね、うんうん、あ、こっち側がプラモデル、こっち側 SH フィギュアーズ。そう、あ、大きさ違う。ちょっとね、プラモデルの方が大きいよね、うん、はい、ということで今日の動画が面白かったなとか、このカイロレンがいいんじゃねって思った方はぜひ高評価ボタンお願いします。あとかっこいいってね。そうだね。そしてチャンネル登録をしていただくと YouTube のチャンネル登録の一覧にマイチャンネルが出てくるようになりますので、ぜひチャンネル登録もお願いします。そしてコメントもいただけると大変嬉しいですね。それとマイチャンネルでは Twitter、Facebook ページ、Instagram もやってますので、ぜひそちらのフォローもお願いします。はい、お願いします。はい、ということで今回は以上でございます。バイバーイ。